北斗殿は僕の尊敬している方だ。でもできれば僕のことを坊やって呼んだり、会うたびに僕の髪をわしゃわしゃしたりするのはやめてほしいかな。天柱園様は敬重しなくてはいけない相手だ。でないと父上や兄上に迷惑をかけるからね。ん？彼女本人？そうだな。うん。悪口はやめておこう。はあ、長雲のやつか。彼は僕の秘密を知ってるけど、一緒に任務を行うとなると気をつけないといけない。今の彼はまだ武にこだわっていて、義兄の心を理解してないからね。まだまだ鍛錬が必要だ。特に辛いものを食べることに関してはね。ウンキーはね、気に入った飲み物を飲むと芝居の創作意欲が上がるんだ。僕の寝台の下に茶葉入れが置いてあるのも、彼女がやる気をなくした時にあげるためなんだよ。そうすれば僕はずっと侠客物語を楽しめる。あの小娘は今の往生堂の同志だよ。彼女をどう思ってるかって、やり方に関しては噂話を聞いてもしょうがないよ。人を理解するには相手の本当に欲しいものを理解しなければいけないからね。ナナは謎だらけって感じだね。でも白術先生がいると彼女とは話せないんだ。そうだな、白術先生が診察に出かける時を狙ってさ、シャンリンに会った時は彼女の表情を観察してみるといい。特に食材を手に入れたばかりの彼女が楽しそうに笑うほど危ないんだ。試食を迫られたら、まあそういう時僕は長雲を身代わりにするけどね。深淵は一体どこで演出してるんだ？チコガンから玉境台までどこもかしこも彼女から逃げられないじゃない。ふぅ、静かに本を読む時間はどんなに貴重か。時間、時時間、時時時間の大事なシーンにどんな挿絵を入れるか全部考えておいたぞ。あ、急いで文にして白亜先生に送らないと。父上と兄上がこの方を招待してるところを見たことがある。相手をとても敬っていたからすごい人物なんだろうね。そういえば彼は千人の葬儀を担当すると聞いた。きっと物知りだと思う。彼の秘密を一緒に探ってみないかい？神格さんの僕を見る目つきは少し恐ろしい感じがする。だから僕も気軽には話しかけられない。うん、おかしいな。まさか無意識のうちに彼女、もしくは彼女の周りの人からの恨みを買ったのだろうか。千の顔を持つという言葉を聞いたことはあるかい？イーランさんはまさにそういった感じがする。あの人がうちを訪れた時、父上と兄上は礼を持って接し、向こうもまた礼を持って答えてくれた。まるで親切で落ち着きのあるお姉さんのようだったよ。けど他のところで彼女を見かけた時、全然印象が違ったんだ。最近調子はどうだい？時間があるなら漫文集社に来てみるといいよ。どうしていつも一人で本を読むかって？学問を好むのって悪い癖じゃないだろ？特別なことなんてないよ。うん、本当にないよ。時間を空けておいてくれたのかい？ああ、僕もいつでも出発できるよ。本？いいんだ、本は帰ってからでも読めるけど、僕たちの助けを必要とする人たちを待たせるわけにはいかないからね。いい案があるって？僕たちが前にしてきたことをモデルに、推理と武教要素のある小説、
万文集事件簿を書くって？うん。いい案だね。でも却下。うん、却下だよ。よろずの言葉を歌にして錦となるなんて、僕もそんな評価が欲しいな。この件は君にだけ教えるんだけど、実は僕も小説を書いてるんだ。今は見せられないよ。今後本屋で見ることになるから。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。本によると、天聖石橋は上古戦争の時、顔真モラクスが投げた石槍が崩れた後にできたものだ。誕生日に橋の上を歩き、両側の海にモラを投げると1年間安らかに過ごせるんだって。誕生日は年に一度だけだから、行きたいなら早く行きなよ。嘘じゃない、本当だよ。早く行きなって。